皆さんこんにちは。トレーナーの野田です。私はですね、トレーナー向けに栄養学を教えるスクールなどを経営しながら、京都大学で医学研究を行っている人間です。今日も栄養に関するトピックで糖質制限の誤解を解いていきたいと思います。私のインスタグラムからですね、これが正しい糖質制限、ダイエットに食べてほしい糖質ベスト3ということで、間違った糖質制限は何で、正しい糖質制限は何かってところですね。詳しくはぜひインスタもご覧ください。糖質制限のよくある間違いっていうのが、糖質ならば全部避けましょう、糖質は全部悪いですみたいな、ことを極論を言うことがあるんですけど、そんなことはないですね。糖質ってさまざまな食品に入っていて、それこそですね、筋肉にも糖質ってあります。はい、筋肉もグリコーゲンってあるし、血の中には血糖があるし、糖質を含まない食材ってないんですよ、基本。なので糖質を本当に過度に制限してゼロを目指すのであれば、もう何も食べられなくてそのまま死んでしまうことになります。はい、なのでまずそこが一つですね。で、糖質を多く含むものっていうのが制限対象に基本的にはなってくると思うんですけど、さつまいもとか、特に米とか小麦製品とか、あと豆とかも炭水化物が多い、まあ、炭水化物糖質が多いんですね。植物のでんぷんというエネルギー貯蔵機関、貯蔵物質として蓄えられているので、そこには多いと。ただこれらには、これら穀物とかね、言われるものにはすごく重要なミネラルとか、特に食物繊維がですね、いいバランスで入っている、食物繊維として、栄養レベルが高いものが多く入っているんですね。はい、まあ、例えばその麦とかっていうのは水溶性食物繊維のベータグルカンなどが多くて、便を柔らかくしてくれる。水溶性食物繊維が多い食品って、あとは海藻とかキノコとかもありますけど、野菜ボリボリかじってもですね、不溶性食物繊維が多かったり、実はほとんどが水だったりして、意外と野菜から食物繊維って、そんなに取れなかったりもするんですね。果物もしっかりで、はい、まあ、日本人としては、野菜、穀物、果物っていうのが三大摂取源だと思うんですけど、その3つの重要な摂取源を幅広くバランスよく食べていく必要があるということですね。で、糖質の中でも、複合炭水化物、複合糖質と言われる、まあ、様々な、食物繊維とか、プレバウティクスとかいろんなものを含んだ糖質っていうのと、単純に、糖質しかない、単純な、ブドウ糖とか砂糖とか果糖しかないような、まあ、飲料、加工飲料ね、コーラとかペプシとかね、アクエリとかありますけど、ああいうものがあるんですね。単純糖質と複合糖質。複合糖質を食品から取る分にはそんなに問題ないし、むしろこれをゼロにするっていうのは、健康な食生活から遠ざかるリスクがあるので気をつけてください。例えば他にもトマトやカボチャっていうのは、めちゃくちゃ体にいいと分かっている野菜ですけれども、あと果物もね、果物も基本的には食べれば食べるほど、基本的には体にいいし、体重も減少するむしろ傾向にあるので、これらを避けるっていうのはすごい不自然なんですね。野菜やフルーツっていうのは基本的には、積極的に食べていいかなというふうに思います。あと、糖質制限よくある間違いのその2が、糖質を避ければ、あとは何も食べていい。何でも食べてもいい。これはまた違いますよね。食事って決まったカロリーの中で何かを制限すれば何かが多くなるわけじゃないですか。例えば極論では、唐揚げも、唐揚げは食べて OK ですと。でも唐揚げの、油のところじゃなくて、唐揚げの衣には、小麦粉とかの糖質が入ってるんで、そこは少し避けましょうみたいな。衣を半分外して、あとはちょっと糖質を減らして唐揚げ食べましょうみたいな糖質制限を推奨する医者が、糖尿病医がいたわけですけども、それって変ですよね。動物性には、唐揚げには他にも動物性脂肪とか、周りの油とかコレステロールとかあって、カロリーが高いし塩分も高いわけじゃないですか。なんか、衣の糖質を抜きましょうって、そこじゃないですよね。はい。その油を本当は抜いてほしいわけですし。例えば、酒も OK で、焼酎は糖質全然ないから OK ですとか、アルコールめちゃくちゃその代わり高いんですけれど、みたいなところがありますし、バターも動物の油も気にしなくて OK ですっていうのは、まあ、科学的な事実に反しています。まあ、そこが違う、ちょっと間違った糖質制限ですね。はい。酒もダメだし、バターや、動物性脂肪、肉の脂肪はそれ単独でですね、糖質とは関係なく体に害があるだろうというふうにされているので、そこを考えないことはすごく短絡的かなと思います。で、じゃあ何が正しい糖質制限かというと、糖類、単純糖質という、まあ、糖類や単糖といった単純糖質ですね。いわゆる砂糖とか、まあ、ブドウ糖の飴とか、ね、あとはその砂糖まみれの甘いドリンクとか、あとはもう白い炭水化物、白い米とか、白いパンとか、
こういったものは糖質以外何も入ってないです。複合糖質じゃないです。単純糖質ですね。こういうものを食べ過ぎると血糖値が上がったり、で栄養不足になったり、糖尿病の原因になる可能性があるので、そういうものは控えて、逆にですね、豆とか全粒穀物、玄米とか全粒粉とか全粒粉のパスタとか、こういったものはね、食べた方が良いので、あまり短絡的に制限しないようにしてくださいということで、ベスト3食材を、話します。オートミール、ベスト3食材の一つ。よくですね、全粒粉パスタがいいとか言ったりするんですけど、もちろんパスタより全粒粉パスタがいいんですけど、まあそんなに多くなかったりするんですね、単食物繊維が。パスタで言うと。で、パスタで言うとやっぱ塩で味つけたり、油をかけたりっていうところが多いと思うんですけど、オートミール、最近流行ってると思いますけど、これ手軽に取れるっていうのがいいんですよね。オートミールっていうのは塩麦という麦の一種なんですけど、玄米とかより全然食物繊維多いです。2、3倍多いです。乾燥重量にして。で、かつですね、もうプレスされて加熱処理みたいなのをされてるので、豆乳かけて食べるとか、まあ、一晩、ね、牛乳かけて一晩置くとか、ヨーグルトかけて一晩置くとかもありますけど、簡単に食べることができる。手軽にフルーツとか、ヨーグルトとか、ナッツとかと合わせて朝食で取れる。手軽にたくさん取れるというのがやっぱり重要なんですよね。もち麦とか、おし麦とかを、がめちゃくちゃ、食物繊維多いんで、それを食べようっていう、傾向もありますけど、実際じゃあ、もち麦、大麦って食べないですよね、それ単独で。米に混ぜるとしても、多くて3分の1とか、多分5分の1とかだと思うんですよ。あまり意味のある量ではないんですよね。もちろん食べるに越したことはないですけど、そういう意味では、手軽に 100% 麦で食べれるっていう意味では、オートミールがいいかなっていうふうに思います。はい。ベータグルカンはタンパク質鉄分が多い。タンパク質もダントツに多いです。タンパク質がダントツに多いっても大事。で、ベスト2は何かというと、もち麦ではなくて、大豆なんですね。大豆も糖質食材としてめちゃくちゃ重要です。大豆もすごくね、甘い、煮汁とか甘いように、糖質で結構多いんですよ。で、その中にはね、オリゴ糖とかのプレバイオティクスも入っているし、何よりね、不溶性食物繊維めちゃくちゃ多い、オリゴ糖も多い、で、レジスタントスターチっていう難消化性澱粉も多い。3つのですね、まあ、腸内細菌利用性炭水化物、マイクロバイオトアクセシブルカーボハイドレーツがめちゃくちゃいいんですね。プレバイオティクスとしてすごい。これ食べるとね、腸内環境も良くなるし、うんちもいっぱい出るし、最高って感じ。はい。だしですね、タンパク質やっぱ多いじゃないですか。タンパク質の摂取源として、植物の中で圧倒的ですよね。で、イソフラボンも女性とかね、まあ男性もそうですけど、まあ健康を守るっていう意味ではすごくいいですね。あとはまあ、大豆蒸しましょう、茹でましょうってなると大変なんですけど、売ってるんですよね、簡単に蒸し大豆、茹で大豆。で、サラダにペッて入れたら食べ応えあっていいじゃないですか。手軽に取り入れられるってところで最高ですね。はい。そういう意味でもう一個ベスト1を言うと、これかな、納豆ですね。はい。まあ、大豆、茹で大豆とほぼ変わらないですけど、茹で大豆が発酵したものが納豆ですけど、発酵してるという意味でプロバイオティクス、プレバイオティクスが多い。し、発酵してて分解されてる分ね、タンパク質の消化もいいですし、不溶性食物繊維が多かった豆から水溶性食物繊維になってるんですよね。比率が水溶性食物繊維が上がってるんですよ。はい。こういう意味ですごくいいですね。はい。まあ、ビタミン B 群も多いですし、ビタミン K も多いですし、ビタミン C は発酵でほぼ失われていて、まあ元々、大豆にもそんな多くはないので、ビタミン C がビタミンの中ではまあ足りないぐらいで、これにネギとか、他のビタミン C 食材、海苔とかキムチとか混ぜて食べると最高かなっていうふうに思います。やっぱ納豆が最高です。で、納豆を、そのまま食べても美味しいっていうところがありますね。大豆もそうですけど、ゆで大豆もそうですけど、醤油とかタレとかなくてもそこそこ美味しい。でタレなんかつけると最高に美味しく気軽にたくさん取れるっていう意味で納豆がベスト。やっぱ納豆すごいなっていう感じですかね。はい、今日の内容は以上になります。このようなね、役に立つ情報を YouTube や Instagram で流しておりますので、ぜひぜひ、両方ですね、チャンネル登録やフォローをお願いいたします。またですね、限定の情報、限定動画とか流れてくる公式 LINE もですね、こちらが登録できますので、ぜひご登録いただきたいと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。